ペアヨルゲンペッレ・ニルソンは、スウェーデンヘルネサンド出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは CB。ヘルネサンドに生まれたニルソンは、1988年に、スティグスホアイ系の下部組織でキャリアを始め、1991年からイフックティムラの下部組織へ移り、1998年に同クラブのトップチームでデビューを果たした。 すぐさまその才能が注目を集めると、翌1999年に GIF、スンツバルへ引き抜かれ、同年のトップリーグ昇格に貢献。スンツバルで中心選手として活躍していたことで、再び注目を集め、2001年に今度は同カテゴリーの競合を相ク、それなと、翌2002年シーズンに移籍することで合意に達した。しかし、 アイク側の主力選手が何人も対談するなど、様々な要因が重なったことで2001年秋から出場可能なように契約が変更された。イフックノルシェーピン戦で遺跡後初出場を果たして、以降、すぐさま CB のレギュラーとしての地位を確立することに、成功したが、何人もの監督が交代したことや他の要因から、トップレベルでのプレーを見せることはできなかったと、 ニルソン本人は感じていた。アイクでのパフォーマンスが低下していった結果、2004年シーズン中に、ノルウェー一部のオットグレンランドへ移籍金300万、ノルウェークローネで放出された。2006年8月に、イングランド一部のサンダーランド AFC から移籍金100万ポンドのオファーが来るもオットグレンランド側が拒否した。そのため、より大きなクラブに移籍すると予想されたが、 以降オファーが来ることはなく2007年7月13日にドイツ2部の TSG1899 ホッフェンハイムと契約するまで移籍することはなかったホッフェンハイムでの1シーズン目は数度の怪我に見舞われながらも22試合に出場し主力としてクラブの一部昇格に貢献2シーズン目も当初は先発起用されていたが2008年9月27日の 第6節ベルダーブレーメン戦後から控えに回された。2009年2月13日のバイアーレパ空前戦で再び先発出場の機会を得ると、その後終盤戦の4月から先発出場を重ね最終的にこのシーズンは3分の1に先発起用された。2009から10シーズンに先立ち同僚から首相に選出されるも、 新加入の選手とのポジション争いに勝つことはできず、リーグ戦8試合、DFB ポカール3試合に終わった。1、FC ニュルンベルクとの DFB ポカール2回戦で、移籍後初得点を記録した。2010年6月14日、ブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクと3年契約を締結。移籍金は45万ユーロ前後と見られている。二千十から十一シーズンは、 アンドレアス・ボルフとコンビを組み開幕戦から12試合連続で先発起用され地位を確立していたが膝の怪我により長期離脱を余儀なくされた。後半戦になり復帰するもフィリップ・ボルシャイトの台頭から出番はあまり訪れず5度の途中出場とボルフに変わり先発出場した2試合に終わった。そんな中、2011年3月12日の VFL ボルフスブルク戦でブンデスリーガ初得点を挙げている。ニュルンベルクの降格に伴い2014年5月23日 FC コペンハーゲンに移籍。しかしコペンハーゲンでは負傷に悩まされ2016年12月16日に現役を引退した U-21 代表を経て2001年1月31日のフェロー初当戦で A 代表初出場を飾った。以降は不定期に招集され、出場5試合目を記録した2007年を最後に、しばらく遠ざかっていたが、クラブでの一貫したパフォーマンスが認められ、2013年2月のアルゼンチン戦にエリック・ハムレーン監督の下で、久しぶりに招集された。2度のベンチ入りを経て3月下旬に行われた、スロバキア戦で、約6年ぶりに出場をした。 ありがとうございます。